仲良くない女子の誕生日を勝手に祝う陰キャ。みんなおはよう。今日は7月4日だな。先生、明日ミカの誕生日だよ。え、そうなのか？明日みんなで誕生会するんだ。おお、いいじゃないか。ね、誕生日会の時、なんかサプライズ用意した方がいいかな。君なんか考えてる？いや、サプライズも何も。僕、それ呼ばれてないんだけど。え僕もだよ。おー、サプライズ。あれって、呼ばれてないやつも言っていいの？あ、全員参加型なのかと思ってた。じゃあ、明日のホームルームの時間少し使ってお祝いしようか。おめでとういうチャンスだよ。祝ってあげたら僕の印象上がるかな。あ、でもミカちゃん、年上の兄弟生の彼氏いるって噂ある。え、そんな学歴だけのやつ、なんか手を使えば勝てそうだけどな。いや、あいつは高学歴だよ、高学歴。どうやって勝つの？え、あ、めっちゃ貢ぐとか。もう、高学歴で。それは禁じ手だろ。しかも僕だって高校卒業したら、さらにでかい男になるつもりだし。さらにでかい男って、君も東大とか兄弟に？いや、体型の話。ああ、ひどい。さらに兄弟な男になるってか。てか、その彼氏さえ良ければ、僕も仲間にしてくれないかな。仲間ってどういうこと？兄弟生が彼氏で、僕がセフレとか。あの兄弟生、それめっちゃいいじゃん。ま、ミカちゃんその制度許してくれないと思うけど。僕にも少しは心開いてくれよ。開いてほしいのはまたでしょ、君。ミカちゃん来たら、おめでとう言おうね。なんか、ちょっとしたプレゼント用意すればよかったね。僕をもらってくれるなら、あげるんだけどな。まだ言ってたのかよ。プレゼントのつもりなら、身だしなみに気を使わないと。ラッピングだよ、ラッピング。いや、ラッピングなんかしても、どうせ夜脱ぐじゃん。おー、ラッピング。めでたい気持ちが強いな、お前。あ、来た。よし。おめでとうぐらい言おうか。あ、話しかけんなよ。大丈夫？萎えるね。ミカちゃん、ド S すぎ。あー、ピンピンしてる。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね。